こう書いていただいて、うわーとか、息が近いとか、幸せってコメントがいっぱいでした。ああ、幸せ、あ、幸せいいな。あ、中にはダミーヘッドマイクになりたいっていうコメントもありました。あ、それ新しいね。新しい、でもありがたいですね。ダミーヘッドになりたい、うん。幸せってでも嬉しいですね、なんかね、そう言っていただけるとね。平川さんのダミーヘッドになりたい。あらら。あ、たぶん、立花くんのダミーヘッドになりたいってあるかもしれないですよ。ダミーヘッドじゃなくてもいいんだけどね。抱き枕になりたい。ああ。それもいいね。平川さんの抱き枕になりたい人。はーい。立花くんがはーいって言った、今。もうね、くっちゃくちゃにしてもらいたい。そうね、そうと言えよ。もう今日ね。はーい、はーいって。まあじゃあ今日はね、帰りのタクシー一緒に帰ろっか。マジで何のこっちゃ。さあ、というわけでですね、はい、以上、スペシャル生添い寝でした。